あの今日。 昼間土曜日午後1時から、はい、マギタナイズプラスで松尾さんと鎌田さんがお話をされていた、ええうん、あれの、まあ、延長戦みたいな形でお話を伺いたいと思うんですけの鎌田さんがおっしゃってられたこの今年し2021年は去年は中国が相当引っ張った、うん、今年はそは中国以外のところが引っ張るというふうにそれはどういう原因であそこら辺が今年はは強なですこれねあのまずアメリカで言えばですねアメリカも巨額のこれお金が国民に配られてますよね。で それで先進国あのいわゆるコロナワクチンの接種の先進国になりますからアメリカの経済が拡大するというような状況になるとまずはやっぱりアメリカですねうん、うん、このアメリカの経済が拡大してそれが引っ張る、はい、そして、中国が去年から全体の経済、世界全体の経済を引っ張るというような状況の中でそれが中国との取引関係の多い東南アジア諸国。こちらが、えー 今年は回復すするという状況になりますあとインド、はい、えインドも含めたアジア中国以外のアジアが拡大するこれやはりあのコロナウイルスの状況ですとかっていったものを踏まえて考えなければいけないんですが現状においては えー、特にインドネシアあたりの需要が拡大するというようなそのあたり結構信頼感が強くなっているんじゃないかと思いますで昨日の金曜日にですね、はい、あのトラックメーカーの大手のいすゞの株価がすごく大きく上げましたね上りました、はいすゞの、えー、業績の新しい年度の見通しに営業利益で77%増益になるというすごい見通しが出てきました。で国別に、えー、トラックの需要を見てみると あのイスズのインドネシアにおける売上高が台数、売上台数が新しい年度2万4200台これがですね2倍以上になるんですね前期の実績に対してそれからフィリピンも60%増えてえ1万飛び300台っていう見通しになっていてインドネシア、フィリピンこれはですねあの放送でも申し上げましたがあの ニッケルの生産というようなことで、えー、知られる国なんですね世界のワンツーっていうおっしゃってましたね。でそうです。それすると、その電気自動車中国の電気自動車の市場拡大でニッケルが必要、でニッケルを、えー、掘削するというようなための需要が小松の建設機械やいすゞのトラック、まあ、このあたりにつながっているというふうに、ね。<laughs> え確かにいす洲で8割近く伸びるっていうのは 2>,、うん、この2万4000台が2倍以上ってことになると去年2020年がもうほとんどインドネシアの1万2000台っていうような前期の水準が低すぎるっていう部分もあるんですがでもその前の水準よりもこのぐんと上がってくるっていうのはやっぱり今年のインドネシアの需要っていうのは非常に強いってことですよね昔からほらよく言われてたじゃないですかあの建設機械、鉱山機械で、まあ、今回はニッケルですけど電気自動車向けのニッケルですけどそういった 建設機械で物を掘る、うん、で掘った鉱山から出てきた重要なものをトラックが運ぶイスズのトラックが運ぶ小松の建設機械が掘ってイスズのトラックが運ぶそしてそれでインドネシアの方々新興国の方々がにぎわって、えー、日本製のオートバイを購入するというような、うん、そういう構図がですね えちょっとまた新しくスタートするというような考え方ができるかなと思ってますなそのいすのトラックのタイヤはブリヂストンだったりしますからね,巨大,かね大型のタイヤですとかいっ,ったもものでバイクのタイヤはすみれの大奥とかそういブリヂストンもあの、ね、金曜日高値つけてましたもんね年初来の高値つけてました、ね、高価全部下がったからブリヂストン全然下がらなかったですからね、うん、やっぱり自動車や鉱山開発ですとか、うん、あのちょっとあの去年とは違ったものが見られそうですよね。うん かりましたやはりあのニッケルが掘り進まれるということになると、うん、あのトヨタの設備投資計画も少しおっしゃってられましたが、はい、この180ギガワット、うん、もう想像もつかないようなものまで。 そのバッテリー需要がまあ広がっていくあの工場のラインを作らなくちゃいけないってことになると、やっぱり設備投資が相当動いているということですか。これはあの設備投資の質ですとか量ですとかをおこれどういったものにするのかというのが自動車会社のこれから十年の間のものすごく重要な経営課題という形になりますよね。でその設備が強いかどうかによって、えー、この利益の動向ですとかも変わってくるという形になります。 あの、まあ、先週、今週の決算発表の中で、この山用電気。ああまあ、正式社名は三用電気って、私たち、まあ、株東京の人間は山用電気って言いますけど。すごい決算出ましたよね。そうですね。あの、設備投資が、やはり増加する。というような部分が、えー。世界の株式に投資する上では、非常に重要なキーワードになります。で、山用電気の場合、あの。物の動きを制御する、ーサーボモーター。 っ,ていったものがまあ主力になっている会社なんですけどこのまあ利益の,あの実績ですとか見通しですとかまあ4.6倍になった後2.1倍になるっていうんですから伸び方がすすごいですね需要の先がですねえ今だと半導体製造装置に使われるサーボモーターですとかあるいは 5G の通信網などに使われるサーボモーターですとかファクトリーオートメーション自動化投資で使わ さらに自動車関係や工作機械がえらい回復してきたというようなことでサーボモーターが回復するというようなそういう部分でまあ山陽電機の株価が上がって,るっているのが分かるんですけどでも鈴木さん、僕ね今回のこれから先の決算を見ながらの株式の物色のキーワードというのをこれ考えたんですけれどももちろん設備投資の関連の需要は強いんですがこれ。じゃあ安川電球や オムロン、うん、これ設備投資関連株ですよね、はい、で安川電機の説明会の時も僕はねあのサーボモーターが半導体製造装置や工作機械なんかにすごく伸びてるっていうような話見通しを聞いたんですよ同じなんですよでも株価を見てみましょう安川電機の株価あ全然違いますよこれ,これ山用電機とさっきと違いますねだって山用電機こんなになってますよそれ決算発表のあと2月の,あの決算発表ですねここからこうですよこう。 で、前年違う。だって業績は伸びるんですよ。で、さ、ほん、だってサーボモーターが、山マ電機だけ伸びて、安川電機が伸びない。これありえないわけですから。これ。需要は非常に強いわけですよ。<laughs> もう一つあります。<で>オムロン。オムロンも今朝、ね。そうです。これも同じような工場。で、同じようにこれ、下がってますよね。で、ここで分かったんですよ。今の、あの、投資家が何を求めているかって。山マヨは上がって、で、安川電機はオムロンが下がってる、これ単純な話です。 え予想人株利益っていうのをこれ左に出ししてみましたそれで,で決算発表を行った前の日の株価っていうのをここに出してみました。ちょっとこの決算発表の時に予想 PER が何倍になったかっていうのが分かりますよね。で山川電機は10倍を割ってたっていうことでびっくりして大きく上がったという状況。で安川電機やオムロンはこれは。 もうね、機関投資家の方々や外国人だとかがたくさん持ってる株ですよね、そのあたりなので、非常に高い PR になっていた、これが株価の今の動きの違いですよね、だからこれから先の日本企業に投資するということを考えた場合、やっぱり業績が伸びて、かつその利益水準と比べてあんまり割高になってないような株。うんうんうん これを選ぶっていうのが僕はいいんじゃないのかなと思いますなるほど確かに安川電機は去年、うん、あのコロナ危機で非常に厳しかった時に売られた後グワとこう盛り返したんですよね、うん、オムロンもこれ上場で高値もその後抜いたりなんかして、うんうん 去年2020年に活躍した銘柄でグロース株そうそうそうそそれがキューワードそれはちょっと今だめなんですよねグロース株は。要はグロース株っていうのはグロース成長性が高い業界の中でも成長性が高いじゃないかっていうことで買い進まれて50倍の PER は当たり前っていうようなそういう状況になったのが去年の9月までなんですよ。月の頭までででなんすすよでも足元だと経済が回復してすごく幅 広い会社の業績が良くなってきたで今まで見落とされていた PBR の低い会社、えー、そして PBR の低いバリュー株の中でも業績が拡大して利益がでかく出て増配を行うような会社なども目立ってきただったらそういう新しく市場で注目されるような会社を選んだ方がいいじゃないかっていうのが今の考え方です。 これあのもともと山手電機、バリュー株だったそういう位置づけだった、うん、出遅れたんですねでそこに利益成長がついてきたと,、うん、ということです、ね、これは今までバリュー株と見られていたけれども、うんえー、事業環境や価格の上昇などを味方につけて業績が伸びるということが判明した株、うん、これを選ぶということがとりあえず足元だと効率がいいんじゃないでしょうかね。ねなるほど、うん ただ単にバリューっていうだけじゃなくて、うん、そこに新しい動き。単に割安であってもそれが動かないですよね。うん、ねやっぱりそこに経営者の努力などによって新しい成長の面が出てきたような会社、これを探したいですね。なるほど。今日のこの、うん、パネルディスカッションを通じてテーマになりそうですね。わ、うんはい、かりました。ありがとうございました。